トータルエクリプス、前回の続きからプレイしていきましょう。いえ、テストサイト18、E92 演習場でロストして以降、追跡できていません。ステルスって優秀ね。米軍の衛星情報が遮断されている以上、ステルス機の追跡も発見も困難です。凶暴を疑われているのか。クソ。隊長、ピリピリしてますね。そりゃするでしょう。そりゃそうでしょ。集中しなさい、あなたたち。了解。中村注意、ご無事で。ただいま戻りました。うん。状況の把握は？は、概要だけは米軍から。すでにハイネマンさんも解放され、本社と連絡を取っている。対策を協議中だ。注意。国連軍への追撃申請は？再三しているが、回答がまだだ。連中、アメリカの出方を見ているのだろう。これは、まだ一部の人間しか知らない情報だが、ブリッジスは強奪の直前、セスチナ少尉と密会し、ソ連施設に出向いていた。それは監視カメラの映像で確認されている。詳細不明だが、この動きにソ連が関わっている可能性が高い。ブリッジスがソ連の工作員だとでも？あくまで可能性だ。だがソ連軍の介入も考慮しておくべきだ。はい。すでにアメリカはノーラッド管轄の衛星情報を遮断している。ソ連も国連も、当然我々も信用されていないということだ。高村中尉、本件は私が指揮を取る。君は本国との連絡や調整に集中したまえ。いえ、待ってください。私に指揮を。いえ、私が指揮します。うん。本件の背後にはおそらく、国家、組織問わず、複雑な利害が交錯しています。注意がおっしゃるように、状況以下では不測の事態。本件は日本の事案。そして私は、XFJ 計画の帝国総代です。この責任に背は向けられません。ですが若輩ゆえ、注意のご経験と見識にすがる局面も多々ありましょう。何とぞ補佐をよろしくお願いします。わかった。だが、はい、本当に最後までやれるのだな。最悪ユウヤを殺すってことだもんな。たとえ私の手で知らぬ新潟を撃つことになろうと。よし、ここまでは順調だ。今セキュリティのロックを解除するからな。これさえ済めば、あとは病室だけだ。あそこだけは手で入力しないとダメらしいからな。もうすぐだね、ゆうや。ああ。潜入から3分。警戒するような動きは全くない。おそらく、今この研究施設は、完全にウェラーたち、国防情報局が掌握している。三択隊から通信が入った時は正直もうダメかと思ったが、やはりあれは焦りだったんだ。だが、それでもこっちの動きは出方を掴んで即応してくるとは、恐れ入ったぜ。だが、我々が何の危機管理装置もつけず、そのような存在を放し飼いにしていたとでも。
遺伝子操作段階で仕込まれた保安機構、特殊な指向性タンパクの定期摂取による延命、ビャーチェノワ少尉が生きられるのは長くて数日、ビャーチェノワ少尉は間もなく死ぬ、あれはそう作られているのだ。どういうことなんだよ、遺伝子操作とか指向性タンパクとかそう作られたとかって。クリスカたちはたまたまそういう力を持っていたから利用されたんじゃないのかよ。ウェラーが言ってた話は投薬でどうこうって、いや大筋は合ってる。ソ連の極秘研究をそこまでは探りきれていなかったか、あるいはサンダークのはったりか。終わったユウヤ。我々が何の危機管理装置もつけず、そのような存在を放し飼いにしたとで。まさか、そういう仕組みがイーニアにも。心配なんだね。え？ユウヤは、怖いんだね。ああ、そうか。俺の思考がイメージで見えるって、リーディングだっけ？じゃあ、隠し事なんてできないよな。なあ、イーニア。もしかしてお前もクリスかと。違うよ。え？私は違うの。クリスカと私は、同じようで違う。同じようで違う。本当は一緒だけど、違うの。じゃあお前は変な薬とかを飲まなくても知らないのか？私は、お薬飲まなくてもいなくならない。お注射しなくてもいなくならないよ。そうか。そうか。クリスカは自分の状況を理解していた。そりゃそうだろう。隠したって分かっちまうんだから。それでも、それを粛々と受け入れるように育てられちまったんだろう。だからイーニアの言葉は真実だ。周囲の人間が思考する限り必ず見えるんだからな。よし、行こう。クリスカを迎えに。カスミも別になんか摂取したいとかないもんね。誰もいないよ。よし。脱出想定まであと9分、ギリギリか。すぐクリスカに会えるね、ユウヤ。バッてさ、開けたらさ、サンダークがさ、出てきたりしたらめっちゃ怖いな。ああ、今電子ロック解除してやるからな。クリスカ、強化装備準備し、クリスカの強化装備準備しておいてやってくれ。うん、わかった。網膜やら何やらのデータは国防情報局のハッキングがごまかしてる。結局、最後はこの手のものが残るってわけか。よし、あとはこのパスワードを。パスワード不正。くそ、ミスったか。このキリル文字ってのがややこしいぜ。パスワード不正。叫んなよ、今度は正確にやったじゃねえか。書き換えられたか。次回ご入力で隔離システム作動、当該ブロック閉鎖。読めるんだな、すごいな。まさかパスワード自体が間違って。病室のパスコードだけは日替わりでな。今日の今日で入手するのは非常に骨だったぞ。ここまで来て間違い？嘘だろ。この隔壁の向こうにクリスカが、あいつがいる部屋は解除されてるとに。ユウヤ、そこのダクトの鍵にかけろ、早く。くそ、時間がないってのに。一人か、やり過ごせないなら、テーザー弾で無力化するしか。お。白衣、研究員か。あいつ、病室に入るのか。よし。まったく、いつものこととはいえ、何が最先端の設備だ。あくまで私は。こうたびたび途切れては、
遠隔モニターの意味がないではないか。何度足を運ばせれば気が済むんだ。ああ、そうだった。さっき忘れて再設定したんだ。まったく。なんで私がこのような後進国で。だから、あの時。面白いね。てめえの仕業かよ。意外にパスワードぐらい覚えてろ。クリスか。いない。クリスか。あ、いた。ユイヤ、イーニア、どうして。言っただろ、迎えに来るって。迎えに来るなんて言ってない。言ってなかったっけ。止まった。また止まったよ。なんでトータルエクリプスだけこんなに止まるんだろうな。よし、戻ってきた。細かい言い回しはどうでもいいんだよ。何かここでよ。もう時間がない。というか、体がきついと思うが、早く強化装備に着替えろ。え？俺は念のため、外を警戒する。いいにゃ、手伝ってやってくれ。2分で頼む。うん、わかった。クリスカ、どうしたの？早く着替えようよ。ダメだ。私は、一緒に行けない。お前、何言ってんだよ。クリスカ！いいにゃ、お願い。放っておいて。私はもう必要ないの。え？祖国に勝利をもたらすことができないなら、祖国に何も貢献できないなら、何の価値もない。もう必要ではない。だったらいいじゃないか。それに必要とされてないんだったら、俺たちと行こう。行こう、クリスカ。ダメだ。やっぱそこで、あ、そうだなってならないのがやっぱクリスカだな。私は行くことはできない。どうせだ、このままここにいてもお前は。そうか、大尉に聞いたのか。見えてるんだな、俺が心に思い浮かべたものが。ああ、聞いた。だったらわかるだろう。私は貴様とは違うんだ。私は貴様とは一緒になんて。ユウヤも怖い？見ようとしないと見えないの。だから嫌いにならないで。私たちはシリンダーの中から生まれた化け物だって。それも大尉に聞いた。だったらわかるだろう。これが私が祖国に貢献できる最後の機会。私が祖国に必要とされる最後。話せ。嫌だね。やめろ、もうやめてくれ。やめねえよ。お願い、だからもう。なあクリスカ、お前ならわかるだろう。何が。大尉にいろいろ聞いた俺が何を考えているかわかるだろう。心を見るってのは俺が思うほど楽じゃないんだと思う。でも見てくれよ、俺の本音ってやつをさ。お前に見てほしいんだよ。俺が
俺がお前を必要としているってことをな。もしそうじゃなかったら、少しでもそうじゃないところが見えたら、俺は黙って出ていくよ。どうだ、見えたか。俺は心の底からお前を必要としていたか。俺の気持ちは本物だったか。俺はお前の全部をいいことも悪いことも全部必要としていたか。おいおい、頼むよ。なんかすげえ不安になってくるじゃねえか。ダメだ。ゆうや。ゆうや。私は、もうすぐ、消えてしまうから。だから、貴様の、その気持ちに、私は、答えることが、だって貴様に負担をかけるだけなんて、何のために私は。たく、ビビらせんじゃねえよ。正直ほっとしたぜ。よかった。違うのが見えたらって。俺の気持ち本物だったろ。ここで一旦区切ろうか。結構長いしてるもんな。まあ警報ぐらいになるよな。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。